先日、ある取材に赴いたとき、事務所のスタッフと会話していると、ふと、こんな話になった。最近、明るい話題が少ないですよね。思い出せるのは DAIGO と北川景子の結婚くらい。前向きな話題は確かにあまり報じられない。俳優松方弘樹の、農林歌手、発覚のニュースもそうだった。何しろ、発表の間際まで、テレビ番組などで元気な姿を見せていただけに、ショックも大きかった。松方は年2回、入念な定期検査を受けることを習慣づけていたが、約半年前に行った検査では全く異常がなかったというから怖い。2月25日に、脳に内視鏡を入れる検査を受けた時点では、腫瘍はかなり大きくなっていた、と関係者は話していた。3月初旬に結果が出た時、医師から松方側に、しばらく抗がん剤を投与し、12週間の経過を見て、その後最適な治療法を施す、という方針が示す。